どうも、まさとです。今回は地熱発電所の可能性が非常に高い理由について解説をしていきます。で、今日本って本当にたくさんの電気を使っていますよね。家庭でも使うし、工場でも使うし、オフィスでも使うし、本当にいろんなところで電気を使っているわけなんですけど、この電気をどのように賄っているかって言ったら、火力発電で賄っているんですよね。もちろん他にも発電やってるって言えばやっているんですけど、ほぼほぼが火力発電に頼りきりの状況になっているわけですね。で、2011年よりも前の状況は火力発電と原子力発電が中心だったわけですよ。なんでこの2つに頼りきりになってしまっているのかというと、まず火力発電も原子力発電所もたくさんの電気を起こし続けることができる、必要な時に必要なだけ電気を起こせるという特徴があります。なおかつ天候とか気候とか時間帯に左右されずに常に電気を起こしていくことができるという長所を持っているわけなんですね。非常に安定しているわけですよ。原子力発電所の事故が2011年に起こってしまって、それ以降原子力発電所をあまり稼働させなくなっていったわけですけど、今現在はその分火力発電所を日本はガンガン稼働させて、どうにか電気を起こしているという状況になっているんですよね。だけどこの原子力発電所、火力発電所っていうのは非常にいろんな難点があるわけですよ。まず火力発電所に関しては CO2 の排出ですよね。石油とか石炭とかこういったものを燃やしていくと、とにかくたくさんの二酸化炭素が出てしまうわけです。で、この二酸化炭素が地球温暖化の原因になったり、気候変動の原因になってしまっているというふうに言われているので、この CO2 の排出量をなんとか抑えていかなければいけないわけですね。なので、世界は二酸化炭素を抑制していくっていう方向に舵を切っているわけなんですけど、日本は舵を切りきれないんですよね。相変わらず火力発電所をガンガン稼働させているわけなんですよ。だから、一体日本は何をやっているんだとかっていう風に世界からちょっと非難されちゃっているような状況なんですよね。それで日本は2030年までに2013年と比べて二酸化炭素の排出量を 26% 削減していくっていう目標を掲げています。そして2050年には 80% の CO2 の削減を達成するっていう目標を掲げているんですよね。火力発電所を稼働させている限り、この目標は絶対に達成できないわけですよ。だからこの火力発電所にとって変わるような、そして原子力発電所にとって変わるような発電システムをどんどん拡大させていく必要があるんですよね。二酸化炭素の排出があまりない発電源って何かというと、例えば太陽光とか風力とかバイオマスとか、こういった自然の力を使った自然エネルギーの発電システムですね。このあたりで発電していくことができれば、二酸化炭素 CO2 の排出量は非常に少なくて済むわけです。なのでこちらの方にどんどん切り替えていきたいんですけど、なかなか一長一短でうまくいかないんですよね。そこで一個ね、注目したいのが地熱発電所なんですよ。もしかしたら火力発電所とか原子力発電所の役割をこの地熱発電所が担える可能性があるんですよね。どういった意味で担える可能性があるんでしょうか。それを説明していきますね。まず一つ目なんですけど、今言ったように地熱発電所というのは二酸化炭素の排出量が非常に低いんですよね。太陽光とか風力発電も火力発電所と比べると圧倒的に二酸化炭素の排出量は少ないんですよ。だけど太陽光とか風力とかよりもこの地熱発電所の方が二酸化炭素の排出量が少ないというふうに言われているんですよね。まあなのでそれは地熱発電所の魅力の一つでもありますよね。そして二つ目なんですけど、日本の地熱発電の地熱埋蔵量っていうのが世界で3番目に多いということなんですよね。ご承知の通り地熱発電所というのは地球上に眠っている熱のパワーですね。マグマのパワーを使って電力を起こしていくというものなんですけど、日本って火山帯で地震が多い分、日本の地下に眠っている熱の量も非常に多いんですね。どれくらいあるかというと、33ギガワットあるというふうに言われているんですね。これって世界で見てみてもものすごい量なんですよ。100万キロワット級の原子力発電所を33基分作れるくらいの地熱埋蔵量が日本の地下に眠っているんですよね。世界では地熱発電に注目をして地熱発電にどんどん切り替えていきたいっていう国が非常に増えているんですよね。そういう国々から見ると日本っていうのは地熱という資源がものすごい眠っている国なので、ものすごく羨ましがられているっていう状況なんですよね。この資源を使わなかったらやはりもったいないわけですよ。なので
地熱埋蔵量が非常に高いという意味で日本は非常に地熱発電の可能性が高いわけですね。ちなみに地熱埋蔵量世界1位はどこかって言ったらアメリカ、2位がインドネシア、そして3位が日本というようなラインナップになっていますからね。そして3つ目の理由なんですけど、地熱発電というのはベースロード電源になれる可能性が高いということなんですね。ベースロード電源っていうのは何かっていうのをちょっと説明していきますね。ベースロード電源っていうのは日本で最低限確保しなきゃいけない電力の量っていうのがあるじゃないですか。これを発電してくれるのがベースロード電源って言うんですよね。日本って24時間365日常に電気を起こしてそれを使用し続けていますよね。途中で電力が足りなくなってしまったら停電してしまうわけですよ。これは非常にまずいわけですね。一瞬家庭に電気が送られないとかだったらまあまだマシかもしれないんですけど、今現在一瞬でも電気が止まっちゃうとまずい施設っていうのはたくさんあるわけですね。例えば精密機器を扱っている工場とか医療機器を使っている病院とか、こういったところって停電されてしまうとマジでやばいわけなんですよ。なので電気を止めるなんていうことは許されないわけですね。なので365日必要になったらきちんと発電することができる安定した電源というのが必要になってくるんですね。でこれがベースロード電源なんですけど、ベースロード電源を担っているのって原子力発電所とか火力発電所なんですよね。さっきも伝えたように原子力発電と火力発電っていうのは必要になったら必要なだけ電気を起こすことができる、そして安定して電気を起こすことができるというのが最大の特徴なんですよね。これをじゃあ例えば全部太陽光発電といった自然エネルギーに変えていったとしましょうか。例えばですよ、太陽光発電の弱点というのは時間帯によって電気が起こせなくなるっていうことですよね。例えば夜になっちゃったら太陽光発電って電気が起こせなくなってしまうんですよ。だけど冬ってとにかく寒いじゃないですか。暖房で電気をたくさん使うわけですよ。もしここで太陽光発電に頼りきりになってしまっていて夜になったら電気が起こせないみたいになっちゃうと寒さで凍える人が続出してしまうわけですよね。なので太陽光発電っていうのは必要な時に必要なだけ電気を起こすことができないのでベースロード電源になることができないんですよね。それとか風力もそうですよね。風が全然吹かない時は電気を起こせなかったりするわけですね。風が強すぎても電力を起こせないという弱点があります。つまり自然エネルギーというのはベースロード電源になかなかなれないということなんですね。安定性に非常に欠けるわけですよ。だけどベースロード電源になれる可能性がある自然エネルギーの発電システムがあるんです。それが何かって言ったら地熱発電なんですよね。地熱発電ってマグマのパワーを使って電気を起こしていくわけですけど、この地球の中に眠っている熱っていうのはなくなることが基本的にはないんですよね。で、常に電気を起こしていけるっていう観点で考えてみると、地熱発電っていうのは原子力発電所とか火力発電所くらいのパワーを持っているというふうに言われているんですよ。まあなので地熱発電所をどんどん拡大していくことができれば原子力発電所、火力発電所にとって代われるシステムになる可能性があるわけですね。そして4つ目なんですけど、4つ目の理由としては地熱発電の余熱ですね。地熱発電をした時に余熱が出るんですが、この余熱を使って他のものに再利用できるという長所があるんですよね。とにかく地中の熱のパワーを使っているので余熱がたくさん出るんですよ。この余熱を利用して木材の乾燥とかセメントの乾燥とかに使用することができたりするんですね。あとは温泉とかにも再利用できますよね。温泉に再利用した例としてはアイスランドですよね。アイスランドっていうのは地熱発電が非常に盛んな国なんですよ。ブルーラグーンっていうものすごく巨大な温泉施設があるんですけど、4000平方メーターある温泉施設なんですよ。この温泉施設は地熱発電の余熱を利用して温泉のお湯を温めているということなんですね。で、このブルーラグーンって非常に有名な観光スポットになっていて、コロナになる前は年間40万人以上を集客できるくらいのものすごい施設なんですよ。こういったものを運営できるほど地熱発電って余熱がたくさん出るんですよね。その他にはビニールハウスを温めるために地熱発電所の余熱を使ったりします。まあなのでこの余熱を上手に利用していけば地域の活性化とか振興とかにもつなげていくことができるわけなんですね。まあこういった意味で地熱発電の可能性は非常に高いわけなんです。
まあ、ただ地熱発電も万能っていうわけじゃないですよね。まず地熱発電所を作っていくには本当に時間がかかるんですよ。熱水が出てくるところを調査して、その後掘っていかなければいけないわけですね。で、掘っていったとしても、必ずしもそこで地熱発電所を建設して電気を起こせるようになるとは限らないわけなんですよね。なので多額の投資が必要になってくるわけです。それに加えて地熱発電所って山の中に結構建設したりする傾向にあるので、景観をぶっ壊してしまう可能性もありますよね。で、あとは森林の破壊とかにつながってしまう可能性もありますよね。まあなので、ちょっと問題点もいろいろあるんですけど、この問題点にきちんと配慮をしながら、地熱発電の規模を拡大することができれば、原子力火力にとって変わって、CO2 の排出の抑制、そして自分の国で調達した資源を使っての発電というような感じで、ものすごいたくさんのメリットがあるんですよね。そういった意味でね、非常に地熱発電っていうのは注目すべき発電システムだと思っています。今回の解説は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。